I am a homeless, moving every day as a van lifer to dig Japanese culture, focus on food and hot springs with my van. Get on up, that get on down. Get on the, get on the, get on the. Get on up, that get on down. Down. Get on up, that get on down. Get on the, get on the, get on down. こんにちは、陽平です。35歳でホームレスです。このバンに住んでます。今日はこの車に住んでてよく聞かれる質問を Q&A 形式でまとめたので、自己紹介がてらお話しさせていただきます。10年前まで会社員やってたんですけども、鬱になって会社辞めて家を追い出されて、でそこからホームレスになりました。初めは車生活とかじゃなくて、トランクに必要なものだけ詰め込んで、それでずっと旅してたんですけども、だん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 必要なものが増えてきて、でサーフィンも好きなのでサーフボードも持ち歩きたいし、それで車生活にしました。この上、この白いやつが実は寝室なんですけども、ここがパカッと開くようになってて、でここで結構寝てるんですけど、波が良さそうだったら海の近くまで行ってそこで寝ます。サーフィン好きなんで海入ったりとか、あとはスノーボードやったりとか、現地の旬の食材を手に入れて料理したりとか、そういう生活をしてます。仕事はカメラマンをやってて、写真撮ったりとか映像撮ったりしてます。そうですね、特に専門的な分野を決めず、依頼があれば何でも挑戦するようにしてます。でもまあ多いのはやっぱ料理関係ですかね。僕自身が料理の撮影するのすごい好きなんで、あとはカタログとかショーの撮影でモデルさん撮ったりとか、皆さんよく知ってるところで言うと本田圭佑くんとか撮らせてもらってます。前の仕事は実はウェディングプランナーをしてたんですよね。この見た目からは全然想像できないと思うんですけど、今坊主なんですけど、髪もあってスーツ着てネクタイ締めて、で仕事してたんですけど、カメラが趣味だったので新郎新婦さんの写真を撮って2人に差し上げるっていうことをしてたんですけど、辞めてから、バイト感覚でいいから写真撮ってって言われることが多くて、それがきっかけでカメラマンになりました。まあ、なんて言ったらいいんですかね、口コミというか、一回やった仕事を見てもらって、うちもお願いしますって声かけられることが多いですね。こう外すとネットになってて、夏なんかは中扇風機回しながらこうやって仕事なんかするんですけど、網戸にしとくと虫も来ないし風も抜けるんで快適に過ごせます。でこの奥に見えるのがクローゼットで、帽子かかってたりとか服かかってたりするんですけども、服を畳む時間が僕人生で一番無駄な時だと思ってるんで、全部ハンガーでかけてます。こっちには引き出しの収納もあって、ホームレスのくせにカルバンクラインが好きです。奥には仕事道具の機材とか本棚があったり、サーフィングッズがあったり、キッチンツールがあったり、あと下にバッテリーを積んでるんですけれども、上にソーラーパネル貼ってて、そこで蓄電できるようになってます。で後ろ側はですね、この辺りにキッチンが入ってて、でこう引き出せるようになってるんですけども、この高さあると本格的な料理も作りやすくて、レストランで食べたものを真似して作るのがマイブームです。それから上に行くと、ここ僕の寝室なんですけど、ペントハウスって呼んでるんですけど、こう開けるとですね、ベッドが出てくるんですよね。ダブルベッドのマットレスが入ってるんで、大人2人でも悠々寝れるようになってます。ここに窓もついてて通気性は抜群ですね。夏は中に扇風機仕込んで自然の風で寝るようにしたりとか、冬は閉めてホットカーペットつけたら全然あったかいので、去年マイナス10度のところまで試したんですけど全然平気でした。お風呂はですね、サーフィン好きなんで一応タンク積んでて、シャワーは浴びれるようになってるんですけども、
ただ僕温泉が大好きで、ホームレスになってこういう車上生活始めてお風呂入んないといけないなっていうことで温泉入り始めたんですけど、入ってると温泉の魅力にどんどん引き込まれて、で今では全国の温泉をもう回るために旅することもあるんですけども、なのでよく温泉に入ってます。おすすめのね温泉ってなるとすごい難しいんですけど、その人に合った温泉ってやっぱりそれぞれ違うんですけども、忘れられないのは北海道の秘湯なんですけども、落石で死亡事故もあって過去に、それから熊も出るので熊鈴つけてで斧持って行ったんですけど、であとは硫黄硫化ガスっていうガスが充満している可能性があったので、中積んでるんですけどガスマスクつけて、これつけて斧持って熊鈴つけて、で撮影のために大きなリュック背負って、でこのまま温泉入ってました。あの温泉は泉質も抜群によく、ロケーションもよく、で貸し切りで最高でしたね。これね、その時撮った写真なんですけど、やばくないですか。ガイドブックにはもちろん地図にも載ってない超秘湯なんですけど、僕年間200湯ぐらい入ってるんで、温泉ガイドの動画なんかも作っていきたいですね。困ることあんまないんですけどね。なんだろう、アマゾン、あんまり物は買わないようにしてるんですけども、でもアマゾンで注文するとき家に届けることができないので、家がないので車に届けることもできないので、それはちょっと困ったりしますかね。コンビニで受け取ることなんかも最近できますけど、日数をちゃんと計算して届けないと、受け取れなかったときにまた戻ってこないといけなくなっちゃうので、それぐらいですかね困るの。あ、僕めんどくさがりなんで、例えば飲み行ったらもうそのまま家帰るのがめんどくさくなっちゃうんですよねまあまあまあ言えないんですけどね、うん、あとは通勤っていう概念がないので、もう通勤ラッシュが大嫌いなんですよ。特に、なんだっけあれ、緑の電車、山手線、あれの通勤ラッシュとかもう吐き気がするんで、そういう通勤の時間がないっていうことはすごいメリットですかね。家はないけども車を止めたその場所が家になるっていうような考え方ができるので、あとはですね、防災面を考えた時にこの車ってすごいメリットあるなって思うんですけども、ソーラーパネルもついてます、中で電気使えます、それから冷蔵庫があったりキッチンツールがあったり、この車さえあれば何か災害が起こった時でも生きていけるんですよね。水タンクも積んでるのでシャワーも浴びれるし、うん、何かあった時に生き残る自信はすごくあります。そうですね、今この生活が快適すぎてやめる気はないですね。まあ普通に見たらこれ広い車だと思うんですけど、後ろも席取っ払って全部スペースにしてるので、ただもうこの生活も5年続いていて、ちょっと手狭になってきたので、次はトラック欲しいんですよね。3トンぐらいのトラック買って後ろの箱をそのまま部屋に改装して、で今よりももっと快適なバンライフを送りたいという夢があります。これから YouTube で僕がテーマとして取り上げたいものは旅、年中旅してるので、それから食、これは一流のシェフと、日本各地を回りながら生産者さんに会ったりとか食材を発掘したり、そういったことをしています。で温泉、これは僕の趣味ですね。日本各地には本当に素晴らしい温泉がたくさんありますので、それを紹介していきたいと思います。であとはこれらを全て網羅する僕の暮らし、ホームレスの暮らしについて、こういったことを発信していこうと思ってます。これからこんな僕のホームレスライフを紹介していきますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次回。 Get on up, that the get on down, down. Hey, it's me, Yohei. When I became van lifer, I spent long time driving. Don't you get tired driving long distance overnight? I'd like to introduce how I enjoy while drivingSpecial items to prevent sleepiness. Next time on Digital Homeless, how to drive without sleepiness. Make sure to check next episode.